奪われたもの悲しみを全て笑い飛ばせるほど大人ではないけど、今伝えたいことそんな言葉じゃなくて、やっと会えたね笑い合ったり、ちょっと聞いてよ話しかけたり、大切なあの日々を取り戻すためにできる全てを、それぞれの場所から未来を守ってようよ。僕はきっとヒーローじゃない、世界からすれちっぽけな存在でも怯えてる、それだけじゃない、できること探してる君に今。僕はきっとヒーローじゃない、ただ君が笑う世界が好き、今日も幸せ願ってるんだよ。離れていても心はずっとそばにいるよ。